今20日時金曜日となとりなりまましたしたのので、で、本本日日ののオオンンララインインセセミミナナーーを開催開催ししたたいいとと思思いいまます。す。本本日日第第5656回、回、オオンンララインインセセミミナーナーは、は、パパララオオののデイデイトトリッリッププのの方方ををごご紹紹介介ししてていいききたたいいとと思思いいまます。す。よろしくお願いいたします。本日私進行いたします。クラブアズール杉田です。お願いいたします。あよと、ろし今くお日願のいします。スペシャルゲストですね。アクアマジックさんからですね。堀よしおさん。お招きしております。堀さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。世界の海からこんにちは。アクアマジックのマネージャーの堀です。今日は皆さん、参加していただいてありがとうございます。いろんなパラオの情報を今から、結構僕なりに、解析してお伝えしたいので、最後まで、参加していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごく丁寧に、ありがとうございます。挨拶いただきまして。で、今日ご参加いただきます皆様にですね、画面中央の方に3点ほど、ご参加にあたってというところ、見ていただければと思います。じゃ、こちらの方で皆さんのマイクを、ミュートにしております。あと、顔を見せたくない方ですね。ほとんどの方がもう今、ビデオオフとなってますけれども、まあ、顔を見せたい方だけオンにしてもらっても結構です。あと、チャットの方が、機能ございまして、こちらの方はご自由にですね、質問とか入れてもらえれば、タイミング見てですね、堀さんに回答いただくという形で、結構ラフな感じでですね、使ってもらって、皆さんチャットない。盛り上げていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。では早速なんですけれども、今日のトピックスですね。まず、パラオの入国についてということで、事前に必要な書類とか、あとフライトであったりですね、入国、今どんな状況なのかという部分をさらっと私の方からお話しさせていただきまして、で、その後、海のご紹介ですね。まあ、皆さん一番気になるところ、ショップであったり、水中であったりってところを堀さんメインで話していただいて、最後、クイズコーナーの方を、やって、最後、アズルからのお知らせ。だいたいまあ1時間前後ぐらいですかね、予定しておりますので、皆様、よろしくお願いいたします。はい。では、早速なんですけれども、パラオへの入国についてということなんですけれども、今ですね、もうすべての渡航者に対して、ワクチンの接種証明であったり、陰陰性性証証明明ので提示っていうのはもうもう不不要要とになっなってておおりりまます。す。ただ、事前にごご用用意い意いたただだくく書書類っ類っていうていうののが、が、まあ、まあ、大大ききくくでですすね、ね、33つつままととめめてていいるるんんでですすけけれれどども、も、ままずずはは往往復復のの航航空空券。券。まあ、まあ、基基本本的的ににううちちででごご紹紹介介させさてせいてたいだただくくごご案案内内すするるおお客客様様は、は、往往復航復航空空券券持っ持っててでですすね、ね、行っ行っててももらうらう方方ががほほととんんどどでですすのね。で、で、まあ、まあ、ここはとりあえずクリアしたとして、パスパスポーポートトのの残残存存期期間間でですすね、ね。海外海外ちょっちょっととままだ、だ、離れ離れていていたたっっていていううか、方まあ、は、一一度度ここちちららごご確確認い認いただたいだいて、て、いくつ残存期間残ってるかっていうのをチェックお願いします。で、三つ目なんですけれども、これが一番新たにできたものというかですね、先日、6月からですね、オンラインフォームがですね、開始いたしまして、一応、オンライン入国ということで、こちらに情報を入力してもらって、で、すべて OK であれば、QR コードが、発行されますので、そちらを現地で提示して入国していただくという流れになります。で、こちらの方も入力する項目はいくつかあるので、まあ、パラオご予約いただいた方にはですね、一緒にやりながら、やり方も説明しながらっていう形のフォローもさせていただきますので、ご安心いただければと思います。あと、海外旅行保険の方なんですけれども、こちらも、いくら以上入ってくださいっていう、必須のものは今もうないんですけれども、できる限り現地で何が起こるかわかりませんので、万が一のために加入の方は強く推奨させていただいております。このような感じでですね、もうほぼほぼ、コロナ以降と何も変わらずですね、行きやすくなっている国ですので、ぜひご検討いただければと思います。続きまして、パラオへのフライトですね。こちら日本発着のフライトをちょっとメインでお話しさせていただきたいんですけれども、今だと、ユナイテッド航空またはチャイナエアライン、このあたりが、一番うちでも推奨してですね、モデルパッケージプランとしてご案内しているものですね。まあ、成田からグアム経由でパラオに到着するパターン。これユナイテッド航空利用したものと、あとチャイナエアラインだと、台北経由して、パラオに行く。成田
と、あと、まあ、羽田の方も出てまして、まあ、ユナイテッドでも各都市ですね、出てきてますし、どん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 これから便も増えてくるんじゃないかなと思いますのでですね、ぜひ、今回ご参加いただいている関東以外の方でもですね、各都市発着という形でお問い合わせいただければ、まあ、今の現状も含めてご案内させていただきますので、ご旅行の計画をお願いいたします。という形で、簡単にですね、今、パラオの方の、入国についてという形でお話しさせてもらったんですけれども、もしそれ以外にまた質問ありましたら、アズールの方にお電話、メールでも結構ですので、お気軽に入れてもらえれば、担当から回答させていただきますので、よろしくお願いいたします。では、ここからですね、パラオについて、まあ、本題の方、堀さんにがっつり話していただければと思います。まずはじゃあ、堀さん、パラオの基本情報という形で、まあ、行ったことない方もいらっしゃると思うので、どんなところかですね、ご説明をお願いいたします。はい。よろしくお願いします。パラオですね、結構、最近は知名度が上がって、場所を分かってくれる方が昔に比べて増えたかなっていうところがあるんですが、実際に、あるところは日本の真下、神戸の真下にあります。日本標準時と同じところにあるので、もちろん時差はありません。だから、パラオから日本に電話するときも同じ時間帯にかけれるので、その辺の時差がないというところはいいところでありますね。次、言語も、英語、パラオ語、日本語、まあ、いろいろ、ね、使えますし、その辺は、大丈夫かなと思います。皆さんが、お聞きしたいのは多分この両替とか、パラオで帰れるとこあるの？っていうところが結構質問で、ゲストの方からありますが、やはり日本の空港もしくは、その事前にオンライン、とか、大黒屋とかいろいろあると思いますけど、事前に日本で、両替された方が絶対お得だと思います。はい。パラオってですね、島国なんですけど、まあ、島586って言って出たんですけど、島なのか、岩なのか結構難しいところあるんですけど、たくさん島がある。その中でも大きい島がこうたくさんあって、ダイビングするところに行くときはロックアイランドと言われるですね、いろんな、浮いたようなマッシュルームのようを見ながら、ポイントに向かうので、そこも、見どころだと思います。今質問で通貨は米ドルですかっていうのもありましたけど、米ドルです。はい。はい。今はですね、基本的に、水道水、僕たちはそう、水器とか使って、飲んだりはしますけど、基本的に生水は飲まないようにはしてますけど、歯磨きとかシャワーとか問題ないレベルで、水だと思ってます。あとでね、気候はもう、年中南国なんですけど、過ごしやすい南国ですね。よく夏場に来られた方は、パラオの避暑地っていう、まあ、最近日本は暑いので、夜はすごく過ごしやすい感じになって、日なたにいるとちょっと暑いかなっていうところなんですけど、一つ気をつけてほしいのは紫外線ですね。日本の7、8倍あると言われてますので、日焼け対策の方は十分に、準備されて、臨まれた方が良いかと思います。日差しを舐めるとですね、あっという間に赤くなって、夜寝れなくなるっていうのもありますので、その辺は皆さんにお伝えしたいことですね。あとですね、ビザ、1日以内の観光であればですね、思うんですけど、最大期限まで、延長することができます。まあ、その都度、ちょっと10ドルっていうお金がかかってしまうんですけど、長期で滞在したい人にも、90日まで、滞在は可能なんで、その辺含めて、長期で依頼したい方は、ぜひ相談してください。あと、お支払いの方で、カードなんですけど、パラオはですね、ちょっと不思議な感じで、アメックスが使えないところが多いです。まあ、それ、ビザ、JCB、マスターとかであれば、全然使えるんですけど、パラオの国立病院でもアメックスが使えないって書いてあるぐらい、アメックスが、ちょっと、はい、なんか、もう僕が来た時からずっとそうですね。はい。はい。続きまして、電話の方ですけど、まあ、日本の電話にそのまま使えるコンセントも同じ形でいけますので、その辺は便利かなと思います。はい。
そうですね。まあ、ダイビングにとっては、まあ、モルディブとかもそうなんですけど、シグナルフロートは必ず必須だっていう形で安全に、皆さんに、持っていくのが、保持するのが、出ます。あと、ちょっとここに書いてないことで、やっぱ皆さんが気になることをというと、ファラオの通信事情かなと思います。最近ですね、はい。パノでも僕 YouTube とか見てますし、普通に出ていますので、全然困ることはなくなったんですが、普通に Wi-Fi カードっていうのを多分1日1ドルぐらいで、そういうコンビニみたいなところで買うことも可能ですし、大体3日で3ドルとかいう形で、旅行者の方は使うのがあるんですが、僕らは、携帯を、SIM フリーにして、こっちに持ってきて、こちらの SIM を入れると、もう海でも使えるので、よりちょっと連絡を、なんか、来る仕事しながら、パラオで遊ぶ人とかにとっては、そういう SIM フリーっていうのを、ちょっとお勧めしたいかなっていうのは、多分、ここに載ってない情報かなと思います。ありがとで、うございSIM まカードす。をか、はい。SIM カードを買ってしまえば、もう、多分1週間ぐらいだったら8ドルぐらいで、ある程度のギガ数を、使うことができるので、この辺も最近良くなったことですかね。はい。そういった安いです感じね。で、はい、もう、やっぱり、昔があまりにもちょっと Wi-Fi 環境とか、その電波環境が、通信環境が弱かったんですね。それに比べると、もう最近はもう、いやー、もう YouTube が見れるだけでですね、僕らも勉強できますし、本当に。はい。そうですよね。はい。結構昔までですね、パラオは携帯が日本の、まあ、ドコモなり、ソフトバンクなり、au なりありますけど、通じないことがいいことだって言ってくれる人もいて、すごい、あ、ポジティブでいいことだなって昔ながら、感じてたんですけど、まあ、やっぱり繋がらないより繋がった方が、便利ですね。絶対つながった方がいいですね。はい。そう。最近僕らもですね、動画とか配信できるようになって、よりパラオの、素晴らしさをですね、SNS を通じてやっと簡単に出せるようになったことが、すごく僕らにとってもプラスだと思ってます。はい。ですね。ちなみに今日も実はパラオからご参加いただいてるんですけれども、はい。通信状況もすごい良くてですね、クリアに聞こえてますし、はい。もうこういうのは特にもう問題なく、電話も通信もメールもすべてですね。はい。で、かつ SIM を入れて結構1日その8ドルとかって結構他の国の SIM フリーの価格に比べると比較的安い方なのかなと思うんです。ぜひ。そう、ね、今とかで。旅行者用の、SIM カードとかも売ってまして。昔はその身分証が絶対必要だったんですけど、そういう、ツーリスト用の SIM をこっち、日本でいう NTT みたいな、こっちで言うと NCC って言うんですけど、そういう電話局が用意してくれたりして、気軽に買えるようになったのもいいことなんです。いいですね。すごくいい方にこう進んでいるということで。はい。ありがとうございます。どうですかね、皆さん。まあ、そのパラオについての基本情報、あれ、実はあれどうなんだろうということあったら、皆さんまた途中でもチャット入れてもらえればですね、堀さんに回答してもらいますので、よろしくお願いします。はい。では、皆さんが、お待ちかねの、やっぱダイビングのことに対して、ちょっと説明していきたいんですけど、今日はですね、大きく分けて、パラオ王道と言われているポイント、常に日頃からいるようなお話を、ま、もし初めての方がね、多かったらいけないので、そういう話をしていただくのと、話をするのと、あとはこれからの時期です。時期の見どころとしてですね、マンタ祭り、角足祭りっていうのを、ちょっと皆さんにぜひ聞いていただきたいと思ってますので、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では、皆さん、名前は聞いたことがあるかもしれませんが、ブルーコーナーっていうですね、僕の中では世界最高クラスの、ポイントだと思っているポイントなんですけど、
まあ、来た人、まあ、僕もそうですけど、ブルーコーナーに初めて潜った時に、こんなにたくさん魚いていいのっていうのが率直な感想ですね。はい。もう、よくお客さんにブリーフィングする時も、説明するんですけど、忙しいです。この40分、45分のダイビング、めちゃめちゃ忙しいですと。普通だったら銀ガメ味とかで、一本やるところを、はい、銀ガメ終わって、はい、次、オウメカマス行って、マダラタバミもいて、インドオキアジもいて、ナポレオンもいて、カメもいて、サメもいて、あ、最後バラクーダですねっていう、そういうふうな、いろんなものをお見せしたいので、オールキャストで見なきゃいけないので、すごく忙しいです。だかそうでら、あっすね。という間に時間が経つっていうのが、みんなの印象ではないと思います。いいですね。はい。よく、いろんな、まあ、日本国内にいるガイドとか、いろんな友達とかが、好きなポイントはブルーコーナーって言ってくれるところを見ると、やっぱ、そんだけすごいんだなって僕らも改めて思いますし、何がすごいって、僕ら毎日のように潜って、ブルーコーナーって潜るたんびに景色が変わるんですね。もちろん、上げ潮、下げ潮、潮の強弱とか、その季節とかあると、3本ブルーコーナーを潜っても、まあ、違うポイントのように見えて、飽きないですね。これがすごいとこじゃないかなと思います。はい。素晴らしい。で、特に、その中で、うっかり大物、レア物が出たり、タイガーシャーク出たり、カジキ出たり、イルカ出たりとか、ジンベエ出たりとかする、前に売っている僕らガイドでさえワクワクから、いつ何かね、何が出るかわからないと思って望めるような海ですね。それがブルーコーナーですね。もう、よく、水族館って僕表現しますけど、もし水族館にこんだけいたら、詰まりすぎて多分大変なことになると思います。そのくらいいますね。はい。で、も皆さんがね、ブラックラクーダや銀ガメ味っていうので、やっぱり有名なんですけど、もう、ここでマクロをしたいっていう人もいるぐらいですね。もう幅広く何でもできます、ここは。あ、逆はい。にブルーコーナーでマクロ希望の人も意外といるんです。はい。僕もちょっとここに書いてないですけど、ブルーコーナーにはマクロ穴っていうのがあって、そこに潜ると、深度は33メーターぐらいですね。すると穴があって、その砂地にヘールフリッチですね。あと、アケボノハゼとか、ワンサがいますね。あとは、ハナダイ、ハナゴイ系の珍しいやつとかですね。そういうやつもいますんで、広く全てをカバーで、いろんな面から満足させれるコーナーだと思います。これ本当もう、に。ここまでね、でも話しちゃうと、この後大丈夫ですか？違うの、ポイント。これ以上超今えてくるもも、の。はい。青マスクもめちゃめちゃいますね。まあ、今ちょっとブルーコーナーの話してるんですけど、次のポイントを紹介するところ行ったら、こんなにいていいのかっていうぐらい青マスクもいます。はい。でも、まあ、ちょう本ど当、ブルーコーナーに、はい。ブルーコーナーに、僕らも潜ってもらえることが、嬉しいことですし、僕らも楽しいですし、もうすべてを笑顔にさせるのがブルーだと思いますんで、ここは、その海峡とかにも、まあ、よるかもしれませんけど、できる限り僕たちにご案内するたびに、お連れしているようなところがありますんで、ぜひ皆さん、もし初めてのパラオの人、来る方は、ブルーコーナーっていうのをリクエストされた方がよろしいかと思います。押さえておいてはくい。ださい。あと、一個質問がではすい。ね、入っておりまして、ブはルーい。コーナーですね、ナイトロックスおすすめの深さでしたっけっていう質問が入ってるんですが。はい。めちゃめちゃおすすめな、深度ですね。棚の上で深いところ、だいたい、18メーターぐらいの棚で先端が10メーターぐらいなので、深すぎないので、ナイトロックスで、これもちょっと今日の綱島祭りの時とかもありますけど、ナイトロックスで対応できる深さでありますので、
ちょっと深めに長い時間、行きたい方は、ナイトロックスの方が、まあ、そのチーム全体がそうじゃないとダメなんですけど、より長く、今が見れるかなとは思ってます。はい。ました。ありがとうございます。ちょっとね、本当ならもうブルーコーナーだけでもう1時間ぐらい終わっちゃいそうな、細かく言うと、ポイントだと思うんですけれども、はい、まだいろいろとね、ご紹介していただくスポットがあるので、じゃあ一度次に移らせてもらう感じで、はい。はい。あ、そうですね。ブルーコーナーの方の、ね、そうですね。動画をね、そうだ。一回ちょっとじゃあ皆さんに、はい。まあ、堀さんに紹介していただきながらですね、ちょっと再生します。はい。はい。こちらはですね、ブルーの上げ潮川の時の銀亀味なんですけど、やっぱりブルーコーナーは上げ潮銀亀の方がこういう迫力を持って湧き出てくるっていうね、湧き出てくるみたいな感じの、絵が見れるっていうところがあるんですね。これをぜひね、本当みんなに見てもらいたいですね。本当にこんなに湧いていいのかと感じるぐらいな、銀亀味の壁なんですけど、はい、勝手に最近ずっとシルバーウォールって呼んでます。ちょっと流行らせたと思ってですね。ずっと、堀さんが読んでるってことですか？はい、読んでます。シルバーウォール。じゃあ、ぜひ流行らせましょう。シルバーウォールというね。はい。はい。はい、で、これ、棚の外から見てる絵なんですけど、これもちろん、はい、棚の上に上がって、カレンドフックを使って見る景色とはまた違って、うん、そちらの方から見る絵と見る。っていうね、両方楽しめるので、いいですね、その辺は。やっぱその潮加減とか、ダイバーがどんだけ入ってるか、はい、どこの棚の上に上がれるかっていうところで、毎回違うところはあるんですけど、はい、やっぱり、このシルバーウォールは、本当に、出た、シルバーウォール。はい、本当にもう、僕ら、これはすごいなって思うぐらいな時があるので、はい。ぜひ皆さんに体感してもらいたいところの一つですね。ありがとうございます。ぜひ、もうぜひですね、もう多分、もう言葉で言うより、もう実際潜ってもらった方がね、すべてを感じてもらえると思いますので。はい。本当ね、もうブルーコーナーだけでまだいっぱい喋りたいこといっぱいあるんですけど、それ以上のことを伝えないといけないんでですね。そうですね。これがだからもう普通の、常駐しているのがブルーコーナーですね。これは季節とか関係なしにいっぱいにいるものなんで、はい。通年、はい。ありました。ありがとうございます。じゃあちょっと。変わりまして、こちらの方ですね、ご紹介をお願いいたします。はい。はい、次ですね、さっきのブルーコーナーが魚影のポイントである、ブルーホール、ちょっとですね、実はブルーコーナーとブルーホールって隣同士なんです。で、潮面が、下げ潮の時であれば、ブルーホール入って早めに出て、ブルーコーナーまで流すっていう、僕は、うん、そのことをブルーホーナーって呼んでるんですけど、まあ、また勝手に名前をつけてるんですけど。あ、いいですね。ブルーホーナー。ブルーホーナー。流行らしましょう、それ。はい、ブルーホーナー。はい。はい、それがもしできるね、潮加減、潮の強さとかあったときは、贅沢すぎるダイビングと。ですが、今回はちょっとブルーホールに、特化して、ちょっとお話をさせていただきます。はい。一応ですね、穴、なんでしょう、トンネルって言ってないところ、ブルーホールって言ってるところなので、空間がすごく大きいんですね。もちろん、ランチでも全然もちろん行けますし、上の縦穴が4つ開いておりまして、横穴が2つ、計6つの穴が1つの空間を突き出している、神秘的な、地形ポイントなんですけど、これも一本目入るときの太陽の差し込み、二本目真上から、太陽が上がったときの差し込み、三本目のまた違った角度からの差し込みで光が変わるんですね。うん、だから、
真上にあったらいいだろうっていうところではなく、斜めの光の果てが毎回その晴れてると楽しめますんで、もし、まあ、1日2本ブルーホールを潜ることはないと思うんですけど、今日潜って明日潜った時に、入る順番を2本目とかすると、また違ったその光のカーテンが見えることによって、違う景色に見えるっていうところが、それもすごいいいとこですね。あと、ブルーホールっていう名前がついてるんですけど、なんでこういうのかっていうとですね、今、この写真はですね、縦穴の光だけなんですけど、あえて横穴を映してないんですね。それ、めちゃくちゃ青いからなんですよ。中に入って、振り返った時の横穴の2つあるんですけど、大きい横穴がドーンって、スルーな色してるんですよ。これを、今日出さずに、したのは、皆さんが、実際に来て、見てもらいたいからなんですね。本当に、ブルーホールっていうことを、本当にみんながわかるような景色がありますんで、それは、実際に来ていただいて、皆さんのご自身の目で見ていたっていう思いで、この写真をちょっと選ばさせていただきます。ああ、なるほど。そこまでこう考えた上でのこの今日の2枚ということで。はい、そうですね。これはね、上からの光ですけど、本当にブルーを名前負けしてないブルー感を、ぜひ皆さんに味わってもらいたいですね。あとですね、この、ブルーホール、深度的に言うと、一番奥で着底した時に25、6ぐらいになるかなっていうぐらいな感じの深度ですね。もちろん深く行こうと思ったらいくらですけど、で、最短で、基本的に、大きな横穴の天井付近から入ったり、縦穴から降りてきたりするんですけど、まあ、21メーターぐらい潜れれば、問題なく中に入れるかなっていうような地形のポイントになってます。で、先ほどもちょっとご質問にありました、青マスクいますか？っていう質問があと、ブルーホール、ちょっと深い入り口の下に行くと、青マスクがめちゃめちゃいます。しかも、制御じゃなく、幼魚まで見れます。はい。青マスクってですね、黄色のボディに顔が青いことで有名なんですけど、幼魚は幼魚でまた違うんですね。その、幼魚の正解もですね、ぜひ皆さんが来て、幼魚はどんな色をしてるんだっていうところもですね、含めて、ご自身の目で確ああ、かめなてるほもらど。おうと思います。これも写真は今日出さないということで。はい、そうですはい。ね。ああ、いろいろとね、現地での楽しみを取っておいてということで。はい。はい。あとは、有名なとこで行くと、まあ、ヘルブリッジがいたり、アケボノがいたりはもちろんしますし、あやめ、英名でコリンズ・エンジェル・フィッシュっていう黄色と青の綺麗ないるんですけど、そういうものもいたり、ウコンハネが光る貝、あとちっちゃいエビ、弁天コモンエビとか、乙姫エビとか、時の人にとっても、ここは多分天国じゃないかと思いますね。なるほど。ありがとうございます。これもうね、これだけ、まあ、本当の話、ブルーホールだけでもまだ1時間いけますもんね。言い出したら。そうですね。そうですよね。一個一個がはい。こう濃いので、この全てをこう、一回でお伝えするのはもう難しいところあるんですけれども。まあ、ちょっと、時間の関係上あって、ちょっと次にじゃあ、行ってみましょうか。じゃあ、お願いしそうまですす。ね。ははい。い。では、次の王道ポイント。ジャーマンチャンネルですね。こちら、ブルーホール、ブルーコーナーとともに、三大王道ポイントと言われてるですね。マンタで有名なポイントです。ジャーマンチャンネルっていうとこなんですけど、基本的に、マンタがよく来てくれるような、場所なんです。それはなぜかっていうとですね、マンタのクリーニングステーションがあると言われているからっていうのもあります。そこにプランクトンが結構、もちろんマンタもプランクトンを食べますので、それを食べるために、その辺にいるんじゃないかっていうところで、ファラオの中でも、マンタポイントとして有名なとこです。ありがとうございます。
写真通りありますけど、ステーションっていうサンゴがありまして、そこに、マンタが、体をクリーニングしてもらいに来て、それの延長上に僕たちの真上を通ってくれたり、するんと、基本的に1枚の時もあり、2枚、3枚、多い時は僕は数え切れないのとこうありますけど、はい。もう、マンタ、数ですね、やっぱり。1個、2個とか、1つ、2つじゃなくて、うん、絨毯みたいだから、枚で数えるっていうのが、結構、世界で主流な数え方なのかなと、僕は思ってます。うんうん、だ最初に、マンタを前に、1枚数えるって聞いたときに、はい、ああ、やっぱそうだね、そんな大きいからね、っていうと、思ったの、僕ありますね。うん、あと、この、まあ他のポイントもマンタはいますけど、パラオのマンタは距離感がすごいと思います。はい、右の、後でムービー流しますけど、着底して、砂地に着底して、膝立ち体勢になって、岩みたいに動いてないと、うん、その上を結構堂々と通過してくれるっていうですね、うん、頭上マンタ、うん、それをするために、やっぱり呼吸のコントロールだったり、しまったりして、フラフラしてると、やっぱマンタも嫌がるので、その辺が、皆さんがルールを守って、やってくれると、もう上を優雅に通過してくれる。もう、マンタに当たるんじゃないかっていうぐらいですね。もちろん僕たちはマンタに触ることできませんけど、マンタに触られるぐらいだったらいいと思います。そのくらい近い距離で、通過してくれる。はい。はい。なるほど。この辺は、なんか、ね、はい。いく、すごいね、やっぱりね、ジャーマンチャイのマンタになるとね、質問がバババッと来てますね。いいですか？これちょっと。そうです。はい、どうぞ。まず、まあ、3つ4つあるんですけどね、まず一度に何枚ぐらい見えるときありますか？これ、どうでしょう？これ、ジャーマンチャネルの、この、一度ね、待つマンタであれば、まあね、上を言えば切りないと思うんですけど。上を言うとちょっとハードル上がっちゃうんで、平均ぐらいにしておきます。そうなん。いや、もちろんね、2、3枚は余裕で。いやいや、5枚。めちゃくちゃ、はい、安牌なとこ行きましたね。現地で最悪、あれしても大丈夫なように。そうなんですよ。で、この後話すぐるぐるマンタの時もあるんですけど、その時のステーションにはもうトレインでやってくるので、まあ、8枚とか当たり前に出てくるわけです。ずーっとマンタ、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 みたいな形であるので、やっぱりちょっと時期によるところはあるんですね。うん。まあ、だけど、マンタ、2、3枚、4枚、5枚、6枚、7枚って人ってどんどんね、贅沢になっていくんで、はいはい、そうですね。1回見たいっていうのはあるんです。はい。まあ、僕らも、マンタ、こう、現れて、もう一撃で何枚見れてるか、はい、一画面で何枚見れたっていう数え方をしますね。同じやつが3回来て3枚とか言わないので、結構数え方は結構シビアな方だと思ってますんで、その中でも3枚がいたらずっとどれかが回ってますし、本当に多い時だったら、さて8枚とか10枚とかもちろん出ますし、うん、今もね、ブラックマンタのシーズンはってありますけど、ブラックマンタね、何枚もいますし、結構ブラックマンタですね、いきなりいるんで、いたら多分ね、1週間、うん、10日ぐらい、やっぱジャーマンチャンネルにいるんじゃないかなっていう意見がありますね。で、しかもやっぱブラックだと個体認識をしているので、あれ、去年より大きくなったとか、僕たちも思うわけですよね。やっぱ覚えてるから。うんうん、そうですね。ブラックの面白い話としては、はい、知ってるブラックが、あれ、これっているんですけど、ブラックが同時に2枚ステーションで回ってた時あるんですよ。の。で、それも僕たちが知ってるやつなんですね。はいはい。ブラックもやっぱみんなと違うって思うのか、その、やっと仲間に会えたって思ってるのか、どう喜んでるのかちょっとわからないですけど、そういう、ブラック同士してる
答え、今まで別々だったものが一緒に回ってるとかいう、そんな珍しいシーンとか見れたら、もう僕らはガイドとしても、追っかけてるんで、ああ、嬉しいなっていうところもありますし、逆にブラックの方がね、成長をよくわかりますね。他のマンターより覚えてるので、あ、ちょっと大きくなったとか、そういう個体認識について、写真とかね、いつも見てるんですけど、このお腹の模様とかで、結構判別するので、その辺は、ブラック見れた人は本当ラッキーかなっていうぐらい、貴重なものですね。親が子供を見守るみたいな感覚と一緒ですそうね。ですね。ありがとうごあざいと、ます。逆に言うと、ちっちゃい、生まれたばっかじゃないのっていうぐらいちっちゃいマンタを見ると、ちょっとみんなテンション上がりますね。で、また来年来ね、たそ時の、には、その子が大きくなってたりしてね。はい。ちっちゃそういで子ものないです時っか？て、近く、はい。ちょっと大きくなるぐらいの大きさ、なんていうんですかね、ちっちゃい子がいると、周りにお母さんがいるんですよ、ちゃんと。が、ちゃんと後で現れたりして、ちゃんと見てんだなっていうところを感じたりするときが多いですね。これはちょっと、生物学上どうなのかちょっとわからないですけど、なんかそういうイメージがあります。なるほど。ありがとう。あとね、ストロボ使っても大丈夫ですかという質問来てるんですが。はい。マンタはストロボは大丈夫な方だっていうかね。はい。逆に、赤方で僕が知ってるのは、カンブリブダイの産卵の時にはストロボやめましょうっていう。そうですね。やっぱり魚の種類によって、あるのもあるんですけど、基本的、パラオは明るいので、水中が。この写真もそうですけど、ストロボなしですね。完全に。もうその、入ってますので。それで言うまとね、質問で今、透明度がまあ高いから、だからあ。は近いい。と感じるんですかねっていう質問も来てるんですけれども。そうですね。まあ、実際にマンタとの距離が近すぎるっていうところもありますが、ジャーマンチャンネルってですね、このポイントに比べて、ブルーコーナーとかに比べたりすると、僕は白い方だと思うんですよね。それはやっぱ砂地があることと、逆にプランクトンがよく入ってくる地形なところがあるので白くなるっていうところで、ポイントよりはちょっと白いイメージがありますね。実際にちょっとムービーを見て皆さんと見ていただいた方がいいかなと思そういでますすのね。で。動画の方をは見い。てもらいましょうか。ちょっと動画に行く前にね、一個だけチャットで、杉田さんにストロボ使っても大丈夫ですかねという質問入ったんですが、これはちょっと僕が答えますが、ダメですね。絶対に使わないでください。ということで、じゃあちょっと皆さん動画の方を見ていただければ。これは堀さんが撮ってる。そうですね、はい。こんな感じでマンタにも近い。本当はですね、もっと頭上を通過するムービーとかあるんですけど、やっぱり、ね、このくらいにしといた方がいいかなという、そうありまして。本当にいいやつはい。は今日出さないっていうね、一応はそい。れを掲げて画像を選んでいただいているので。はい。実はこの左側の写真も、もっと近い写真があるわけですよね、やっぱり。もう。だけど、このくらいの方が、伝わるかなと思ったんですけど、本当に、こうやって上を見上げてこう写真撮ったらもうマンタの腹しか撮れなくなるっていうぐらいな思いをね、する方も、いっぱいいますんで、ぜひですね、ジャーマンチャンネルを潜る際はですね、動かず、もうサンゴのように、岩のように、浮くようにして、マンタを上を通すっていうことを、チーム全員がやれたら、より近い、もう地下マンタが見れると思いますんで、ぜひ、地下マンタ、新皆しいさ言葉出ましたね。ん。はい。はい。
そうですね。近すぎるマンタですね。近すぎるマンタを略して近マンタということで。近マンタ、はい。あ、わかりました。はい。ちょっと真面目な質問も来てるんですけど、マンタ何匹ぐらい個体識別しているのですか、あとなんでジャーマンなんですかみたいな2つぐらいポンポンと今来ましたが、はい、はい。実はですね、パロー、猫ダイビングショップがあるんですけど、そこの、女性の方、マンディさんという方が、もうパラオのずっと昔からのマンタを写真撮って本にまとめている部分があるんですね。それによると、はい、ないとか言うより、みたいな感じで、のもう英単語で、名前がつくような形なところがあって、それだけでももう50とか100とかいう種類で多分認識されてるんですね。だから、で、実際どのくらいいるのかっていうのも僕もわからないですけど、僕が実際、まあ、ジャーマンチャンネルじゃないところで、マンタを見たときに、はい、目の前だけで52、3枚いたんで、後ろを入れると多分100枚ぐらい一撃で見たことあるんですね。そういうポイントも、一撃です。で、もう、後ろまで数えると良くないから、目の前だけ通ってるのをずっとムービーでこう撮りながら数えてた。ただ52、3だったと。だけど後ろにもいてっていうんで、多分すごい数のマンタがいると思います。ちなみにその52、3の中にブラックは3いましたし、研究でマンタ結構長距離を移動するやったものがこっちに来るとかいうところもありますんで、そういうマンタの、なんていうんですかね、恋のシーズンっていうんですかね、産卵の時か、そういう時にみんな一斉に集まって、で、その会場が毎年変わるんです、多分。それを見れたっていうのももちろんそこにはチャレンジし、だけどプランクトンがどういう風に入ってくるかによって、どのチャンネルに、どこに来るっていうのは結構難しいところで、たまにというところで当たり年があったりするんで、僕らもね、知りたいとこなんですけど、ね、新しいとことか、もその時期にジャーマンにもしマンタがいないんだったら、はいはい、どっか違うとこを行ったりしようかっていうところもあります。そういうところで、初めてパラオに来た人が、それをチャレンジして、そのマンタ50何枚一撃とか 見た人もいますんで、はい、っていうのを追って、やっぱ、そのタイミングと持ってる運とですね、そういうことがあるんで、このブルーコーナーもそうですけど、ジャーマンとかこういうマンタに対しても、パラオでも結構ロマンがある、そういう、あてがある時があるので、そういうのも、踏まえて、マンタはっていうのは僕たちの実際の感想ですね。ありがとうございます。あと、なんでジャーマンなんですかって、これ、理由というか、ご存知ですか？もともとパラオが統治されてたのは、スペインが始まって、ドイツで第一次世界大戦が終わって、日本が統治するっていう形で、で、二次大戦、太平洋戦争が終わって、アメリカっていう形になって、はい、独立っていう形になったんですよ。で、その頃の、ジャーマン、ドイツのことですね。はい、で、チャネルってついてるんですけど、実際これ僕もいろんな方から聞いてるんですけど、まあ名称はジャーマンチャンネルだけど、ジャーマンチャンネルって結構大きくて広いんですけど、船が通れるようにした水路があるんですね。浅くても通れる。それはアメリカ時代にやったんだよっていうところとか聞くと、それもうジャーマンチャンネルじゃないんじゃないかなっていうね、ところもあるんですけど、まあ、ちょっと正解が結構見えないところであるんですけど、出た流れから、ジャーマンチャンネルっていうところで、名前がついてるっていうのが答えですね。ありがとうございます。すごく優しく、わかりやすく、丁寧にご回答いただきありがとうございます。ではですね、ちょっと本当はもう、このまジャーマンチャンネルももう1時間、ここだけでもできるんですけれども、ちょっと最初の方に堀さんがおっしゃってた、お祭りの方をですね、2本ちょっとご紹介いただこうかなと思うので、
この流れで、じゃあ、まずマンタのお祭りからお願いいたします。はい。あ、さっき質問で稲妻役いますかみたいな質問がちょっとできてたと思うんですけど。はい。もう一個前の時ですね。はいはい。はい。このジャーマンチャンネルに稲妻役が2個いる場所してます。うん。で、結構稲妻役の行動範囲って広くてですね、毎回見つかるわけではないんですけど、2個体がいる場所が大体わかっているので、そこを、行けば稲妻役に会える確率が高いかなというところはありますね。あと、他に稲妻役で知っているところで言うと、の西側のウーロンチャンネルというところに、まだこの間ももういましたんで、そういうところに、いるんでしょうね。やっぱ、はい、うん、稲妻ヤッコ、僕らが見ても、結構、ああ、ラッキーだーと思うぐらいな感じになるので、ヤッコ好きの人にとっては、稲妻ヤッコは多分たまらないと、ね。はい。うん、ありがとうございます。はい。では、この王道3本で、まあ、常駐している者たちの今、紹介だったんですけど、今日のメインはこっちなんですね。季節って言われているところで、はい、特に、まずは、マンタ祭りっていうことで、はい、このジャーマンチャンネルが祭りになる時があるんですね。ざっと紹介ですね、僕の感覚なんですね、12月から3月、まあ去年続きましたけど、が、出流。で、大阪にいる時期のジャーマンチャンネル。で、この大潮ってなんだっていう、ことをまず説明しないといけないと思うんですけど、半月から満月、半月から新月に向かうっていうのは月に大体2回あるんですね。それを大潮回りっていうとこなんですけど、さらに、マンタがいっぱい集まるんですけど、その理由としては、たくさんプランクトンがジャーマンチャンネルに入ってくるからなんだと思います。プランクトンが増えば、それを食べる、グルクンとかマダラタルミが増えますし、逆にマンタもそういうプランクトンを食しているので、それによって集まってくるっていうことなんですけど、うん、このマンタ祭りのことを別名、フルマンタとか言うんですけど、マンタって縦に回ってプランクトン食べるんですよね。ぐるぐるマンタって僕たち呼んでて、で、それまでこう横でこう、マンタがトレインになって、一番プランクトンが多いとこを見つけながら、いっぱいいるっていうところで、行き当たり回転が始まったりするんですよね。うん、あと、3パターンありますね。そのトレインでずっとぐるぐるするのと、ずっと回るのと、逆から上に、縦に回ってる、ずっと。そういう形で、いろんなパターンがあるんですけど、それが、僕らが呼んでるマンタ祭りなんですけど、例年、僕の感覚ですけど、12月から始まる。うん、で、これから、今、9月ですけど、12月、1月、3月とこうなるわけですけど、どうしてもそのぐるぐるマンタ、っていう人のためにですね、お二人っていうのも今日は用意してます。僕の感覚ですけど、はい、正解だとは思いませんけど、ある程度僕のデータ化した中で、この時期が一番いいんじゃないかっていうところを、ちょっと後で お教えしたいと思います。まず、ちょっと、ぐるぐるマンタとか、マンタ祭りの、説明なんですが、多い時、12月、本当に10枚とか20枚とか平気でいます。一撃で十数枚がトレインでやって、違うトレイン8枚やってきて、もう何枚いるのかちょっとわからないっていうのが正直なところなんですけど、僕らは結構比較的に厳しめなカウントをしてますので、しっかり個体認識をして、いやこれとこれさっきの群れ違うなとかいうことを分かって、見てるところあるんで、結構より以上にいる可能性があるとは思います。で、その先ほどもんですけど、大潮回り。
半月から新月、半月から満月に行くときに、なぜ集まるのかっていうとですね、これはもう潮回りで確定していることなんですけど、時間帯に上げ潮になるからなんですね。半月から大潮に向かうときっていうのは、一日の満潮が朝11時だったのが次の日11時40分、12時、40分ぐらいずつ、ずれていくんですけど、これはダイビングする時間帯ってやっぱしないので基本的に日中じゃないですか。その際に、ちょうどいい時間帯が半月、満月に行くときなんですよね。多分ですけど、その反対のときでも満タ、上げ潮が入ってると、捕食してると思うんですけど、それ夜中過ぎて僕ら見れないっていうところであって、昼間僕たちがダイビングする、デイトリップでする上で、マンタを見たい、ぐるぐるマンタを見たいっていう人には、その12月からね、特に2月3月までの時に、もし旅行の日程を選べるんであれば、はい、半月から満月、半月から新月にかかるような予定でパラオ旅行を入れると、このぐるぐるマンタ、マンタ祭りが見れる確率がすごく跳ね上がります。その、具体的な数字でね、お伝えすると、12月だったら、僕だったら6から11、あとは21から25、とかいう感じですかね。1月だったら4から9。うん、まあ、満月の方だったら20から24。2月だったら、新月周りで3から8。2月だったら18から22。3月だったら3から8。19から23っていうね、感じで、それなりに過去のデータから結構導き出せることがで、ね、このマンタ祭りに会える確率がすごく高まると思います。一つちょっと気をつけてもらいたいことっていうところがありまして、このぐるぐるマンタを見る上で、はい、普段のジャーマンチャンネルステーションで、着底して見るときはそんなに流れの影響を受けなくて、見るので問題ですけど、このぐるぐるマンタ、マンタ祭りのときはですね、チャンネルが流れてるわけですね、もうすでに上げ潮で、深い方から浅い方に流れてて、そこにプランクトンが集まって、魚がいっぱいいて、マンタもいる。なんで、結構中層で、フィンキックをしなきゃいけないシーンが続くんですね。何もしないで浮いてると、浅い方に流されるので、マンタここにいるからずっと頑張んなきゃいけないっていうところがあるので、気をつけていただきたいのが、中層を維持できるフィンキックの鋭力。あとは、きちんとコントロールですね。深くも行き過ぎたらダメだし、結構バンタってもう5メーター以内とかをぐる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 だったりするんで、そのまま夢中になりすぎて、水面まで浮いてしまうっていうことがないように、しっかり振動コントロールもしなきゃいけないっていうところがあります。あと、夢中になりすぎて、チームからはぐれてしまうっていうことも結構、あり得ることなので、写真撮ったらすぐガイドで、違うチームについていったりしないようにするっていうところが結構、必要な、スキルではありますが、それ以上に見れる感動ですね、が大きいですね。もう、このマンタ祭りを見て、お客さんから言われたことで、パラオどうかしてるんじゃない、このマンタどうかしてるんじゃないっていうぐらいで褒め言葉をいただいたことがあるんですよね。はい、そのくらいすごいとこなので、実際にちょっとまあ、控えムービーですけど、ちょっとムービーを見ていただいて、ちょっとでもマンタ祭りの感じを、皆さんにお伝えできたらいいかなと思います。では、はい、じゃあ上の動画の方よろしくお願いします。はい。はい、これが俗に言うマンタトレインですね。そうですね。
そうですね。まだこれ一撃5枚ぐらいなので、この5枚チームが 3チームあったりするわけで、はい、で、たまにそれが同じタイミングでブワーってきたら、本当にもう十何枚が一撃でトレインしてますんで、これもね、本当はもっとすごい動画あるけども、これぐらいにしておこうということですよね。はい。はい。あとは現地で。これも皆さんの、はい、もう皆さんの目で見ていただいて、枚数を数えるのを手伝ってください。本当に。僕らも、ぐらい、もう僕らもずっと1枚2枚ザーって数えて、今、8、9っていう形で、こう、みんなに聞いたりして、うん、意識してもらって、そうやって見てもらうのも、結構楽しいかと思います。はい。ありがとうございます。もっと枚数を見たい方は、はい、ぜひ現地でということで。そうですね。はい。ありがとうございます。あともう一つですね、祭りの方を。はい。そうですね、はい。こちらですね。はい、お願いします。はい、今度は角出し祭りですね。もう角出しの魚は皆さんね、ちょっとリーフ沿いとかで見たことはあると思うんですけど、この島では1月から3月、僕の中では特に2月が今一番暑いかなと思ってます。本当はね、1月3日は暑い、全部暑いですよって言いたいんですけど、この2年ぐらいの動きから行くと、2月暑いんじゃないかなと思ってます。うん、だけど、これもね、また自然なことなんで変わるかもしれない。もうあえてじゃあ1月から3月って言わせていただきますと、はい、こちらの方、満月周りの、半数に、その足の X デーって言われる日が、来ると僕は思ってます。場所はブルーコーナーが一番多いですね。うん、あと見れるところで言うと西側のシアスコーナー、あとはシャークシティっていうところで見れたりするんですけど、この2年を見る限り、ブルーコーナーが今一番暑いんじゃないかなと思います。うん、普段ね、数匹ぐらいしかいて、その足なんですけど、この時期になるとですね、どんどんパラオ中の角出しが大集結してですね、うん、多い時はもう1000、もうさらに多い時は2000匹っていうぐらいの群れで、ブルーコーナーの先端にめちゃめちゃいます。その時に角出しだけでもすごいんですね。もう、この角出しの群れ、後でムービー出しますけど、すごい、もう映えるんですね。もうインスタ映えって言っていいぐらいも、その鮮やかなボディと、あと動きがですね、一斉にこう動くんで、マルチみたいに、感じるぐらい、角足の舞が、気持ちいい感じで、踊ってくれるんですけど、うん、そのブルーコーナーの先端に集まってくるその角足もすごいんですけど、その周りにそれを狙ってるサメがですね、多分パッと見て2、3目で見れるんじゃないですかね。まあ実際の話、この角足の産卵後に角足食べちゃうんですね。結構な確率で。そのために、サメが待つと、普段そんなにいないサメが、ブルーコーナーにずっと常駐して溜まってるので、まあ角足祭りであり、サメ祭りっていう感じの、そういう世界、もう大渋滞ですね。それ以外にも、銀紙とかバラクーダとかもう何でもいるんですけど、先端がもうそう、すごいお祭り騒ぎになっているような、形ですね。実際、角足の産卵って、見るの難しいよねっていうところがあったんですけど、このコロナ期にやっぱ人が入ってない、時期に僕たちが入ってみて、実際産卵に向かうシーンとか見たことあるんですね。で、いつもがですね、日中はやらないんじゃないかって言われてたんですけど、日中にそれが行われて、タワーみたいに上がっていくシーンとかも見れたことはあるんですけど、うん、それ結構、研究者にとっても結構難しい
たまたまそれ見れただけであって、研究してる人たちにとってもまだ謎があるっていうふうに僕は聞いてますね。その話、この1000匹いたから次の日、まあ800ぐらいいるんじゃないかっていう形で思ってみるんですけど、すごい勢いで食われててですね、なくなって、いきなり次の日300とかになってしまうっていう、儚い感じのシーズンものなんですね。だから、この時期ですね、その足が、最初100匹、次300匹、ああ、500匹、次800匹、目安ですけどね。あ、これがマックスかなと思った時、1000匹超えたりするんですよね。で、次の日も潜らないと、もう2000匹になったら、見たいじゃないですか。だから、減るまでずっとブルーコーナーにこの時期はよく潜りますね。ポイントよりもやっぱブルーコーンで、その足シーズンっていうのは、結構、もう他のショップもそうですけども、ブルーコーナーでこの特化したダイビングをするような形になってますんで、で、一番多い日を X デーと僕たちは勝手にな、また僕が勝手に言ってるだけなんですけどね、その辺を、例年のデータから今年はいつかっていうのを僕の予想をしときたいと思います。はい、行きましょう。1月は、はい。15、16、17、18、19の中の17、真ん中ですね。どうしてもいいように17前後です。はい。1月は16。2月16。3月16。3月16。これ、前後2日間ぐらいの日程で、来ると、この角足の、が見れる確率が高いと思います。まあ、ちょっともう僕も自信持って言いましたけど、この、ね、はい、ずっと長年、パラ僕14年ぐらいいますけど、うん、まあ見てきて、やっぱ、角足は結構素直、ね、な感じで、出てくるかなっていう感じですね。逆に、これ、角足は、満月周りなんですけど、新月周りにミヤコテングハギっていうのがまたこの時期群れるんですよ。これが結構ランダムで、たまに角足と一緒に群れたりするぐらい、逆を言うぐらいなことで、ちょっと読みにくいとかあるんですけど、一応他の季節もので言うと、そのミヤコテングとか、まあ三四五の入れ墨増え台、まあ新月も増え台とか、まあ、結構その季節ものもあるんですけど、毎月あるような、新月前の冠、満月前のバラフエライとかですね、そういう産卵の時は、結構熱い海がいつも以上に見れるんじゃないかなと思いますので、その辺も質問していただけたら、もう簡単に僕たちも、正解かどうかわかりませんけど、僕の知識で知っているところであれば、お答えしたいなと思います。だけど、僕が、一番見てもらいたいのは、逆に言うと、この角足かなって思いますね。これは本当に、経験したら、今からムービー出しますけど、もう、目の当たりにする、全然違います。もう本当300匹いるだけでも全然違います。それが1000匹になって、2000匹になって、サメめちゃくちゃいたら、うん、違う感じで見れますので、その XA にもし当たることができたら、多分一生分の思い出、一生分の角足を一撃で見てるんじゃないかなっていう、すごい世界なんで、もう言葉では説明できないのでね、ぜひ、そうですね、見てもらいましょう。一回見てもらいましょう、動画をまず。そうしましょう。そうですね。はい、ブルーコーナーのね、先端で見れるこの角足ですね。はい。ブルーコーナーすげえな、普通に一個人としてね。そうですね。この奥の方にね、今うじゃうじゃ映ってたのがまさにこれでどれぐらいいるんでしょう、数は。いやー、サメは本当ちょっと下に行けば多分。2、300見れると思いますね。
グレーリーフ2、300だけでもすごいですからね。はい。すごい。あ、特に2023年の1、2、3の時、例年よりサメが多くてですね、はい、そのグレーリーフリバーが見れました。こう、一斉に沖に上がっていくシーンとかを、一斉にみんなが追いかけて、シャークリバー見れるっていうところもありますね。これがね、だって要は角出しと、この、なんていうんですかね、一撃で見れるのがね、堀さん風に言うと最高ですよね。そう、はい。もう、本当に、あんまり100点満点とか言わないんですけど、はい、この時期のブルーコーナーも飛び抜けて魚影が濃い、さらに濃くなる、ただでさえ濃い魚影がさらに濃くなる時期ですね。さっきこれも、予想立ててもらった X でにぜひ、もう今からだとね、ちょうど計画してもらって、はい、一番いいんじゃないですか。そうですね、これで、当てれなかったらすごい言われそうですけど、結構自信があるんで大丈夫かと思います。これ見ていただいてる方は、もうそこピンポイントで狙っていってもらって。はい、パラオで青ザメを見たことがありますということで。青ザメですか？それ、ブルーシャークのことですかね。パラオの、したということで、はい、サメ、まあ、話すると、まあ当たり前に言うのはグレーリーフシャークとチップシャーク、ブラックチップシャーク、まあ、オグロメジロザメ、ネムリブカ、ツマグロっていうところなんですけど、それが普通にいまして、レア度で行くと、もちろんジンベエザメも出たらレアですし、タイガーシャーク、イタチザメも出たらもちろんレアですし、カマストガリザメですね。シルキーシャーク系とか、あとレモンシャークとかも、いますし、マッコは多分僕は見たことないかなと。あと、ナースシャーク、レオパッドシャークですね。その辺は、見ますね。やっぱダイビングで、見れるもので、テンション上がるのは、皆さん何でしょうね。やっぱ、ハンマーですね。ハンマーももちろんいますし、で、パラオのいるハンマーは、群れるハンマーじゃないんで、まあもちろん赤種目もいいですけど、ヒラ種目っていうグレートハンマーと、もう出て、スチランネルで見たとき、最初アニメかと思ったぐらいでかかったのを記憶してますね。うんうん、もう4メーターとか当たり前になってドラム缶よりでかかったので、そういうのは結構見てちょっとびっくりするぐらいなサイズ感ですね。やっぱ、リリューとかの方が、出やすいかなっていうのはありますけど、そのジャーマンとかブルーコーナーとかでも普通のポイントでもいきなり出てしまったりするので、まあ、その何が出るかわからないところが、パラオのいいところかもしれませんね。まさに今、堀さんからあったペリリューというところで、今質問が、リクエストすればペリリューにも行ってくれますかということで、まあ時期にもよると思うんですけれども。まずですね、ペリリューに行くスキル、まあこれはね、別の時に話してもいいんですけど、基本的にパラオで、常識となっているお話を伝えておいた方がいいなと思うんですけど、もちろん、100本以上とかいうのは、まあ、数字じゃないんですけど、自分でフリー選考、とりあえずフリー選考ができる、中性浮力が取れる、もちろん、ダイブコンピューター込みで自分の機材を持ってる、ガイドの言うことを聞けるっていうところが結構求められることなんですね。やっぱり、ペリリューって、ペリリューコーナー、ペリリューエクスプレスとかあるんですけど、ブルーコーナーが流れが強いときは1から10っていう判断をし、ペリリューは20まで流れるときがあるんですね。その倍ぐらいですね。うんうん、だからこそ、構えておかないといけないところがありまして、うん、あと、平均水深が結構深いから、
26メーター、27メーターの棚から、最後出るときに、浪人は、10メーター付近にいて、オンカレントがあるよっていうところがあるので、しっかり、夢中にならない、しっかり、ガイドの指示を引けるっていうところが結構一番大事なところになると思います。で、うちのお店でもですね、一応4名から、4名集まれば出るっていう形にしてますので、結構一人で来られると他のお客さんに合わせて皆さんのレベルとかですね、スキルとかいう問題があるので、もしペリルに行かれたい方は、その、このつながりがあると思いますんで、その仲間内で、来ていただいて、いきなり初日の1本目でペリルはないと思いますんで、2、3日のやっぱ予定をちゃんと立てていただいて、一回ブルーコーナーやちゃんとしたところで鳴らしていただいて、外的に、あなたたちは大丈夫ですよ。だけどもっとしっかり、ちょっと意識してお願いします形で、潜るとより安全に、より楽しく、いい世界が見れるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。あと、そういう流れが怖いなっていうところが、結構、そういう流れてるとこは嫌だ。だけど、なんかそういうレアなものを見てみたいっていう人は、入れ墨増えないですね。これの日中であれば、ペリルの中でも、イエローウォールっていうところに入れ墨増えたが帰ってくるの、その激流の中を見るんじゃなく、まあ、とか、そんなの、なるようなところで、すごい、入れ墨増えたりの数万匹っていう群れを見れたりしますんで、流れにして、結構、怖がってる人とかも入れ墨増えたいは僕はおすすめかなと思いますね。ありがとうございます。じゃあね、もう本当はもう、はい、もっともっとお話しいただきたいんですけれども、ちょっとこの辺でダイブセンターの方のご紹介に移らせていただければと思います。はい。はい。ではですね、はい、また堀さん。アクアマジックについてですね。はい。はい、お話をお願いします。はい。まあ、自分でアクアマジックの、宣伝をするんですけど、まあ、アクアマジック色っていうのをですね、はい、ちょっとお伝えしたいかなと思います、はい。ありがとうございます。基本的にですね、ゲストに合わせます。はい、で、行きましょうね。はい。それぞれのチームがありますし、どういうダイビングをしたいというリクエストをされて、同じブルーコーナーとかジャーマンチャンネルも私はゆっくりしたそんな激しいことはしたくないって言われれば、うん、そのチームは、うん、そういった、コース取りで、楽に潜るようなスタイルができますので、基本的にいろんなニーズに応えたいなっていうところがあります。もうこのこれを取りたい、この魚を見たいとか言ってもらった方が、じゃあそれ探しましょうっていうダイビングになりますので、それでスタイルに合わせていくようなことを結構、意識してるっていうところですね。だからこそパラオのダイビングはアクアマジックにお任せって書いてあるんですけど、まあその辺の、皆さんのニーズに応えたいっていうところが第一ですね。で、次、予約は日本人じゃなくても日本語がわかる人じゃないと、中の世界になりますし、ブリーフィングとかね、よりやっぱ、水中世界っていう限られた空間で、サービスしてますので、基本的に、日本マーケットのみの、予約をしてます。で、ボートには必ず日本人スタッフが登場。まあ、パロ人のガイドをいたりするんですけど、絶対、ブリーフィングは日本人がする。っていう形で、やってますんで、いろんな質問があっても、細かいことも、しっかり対応できるっていうことですね。うん、で基本的に、毎日スリーダイブはしてます。その旅行会社さんからの予約でも3本目は一応開催してますので、それは現地で、体調見ながら潜りたい人は、潜ってください。基本的にみんなほとんど潜ります。はい、はい、タンクは大中小、12リッター、10リッター、8リッター用意してますけど、基本的に10リッターが今すごく使いやすいので、これメインで使ってますね。はい、あとは、少人数制ですね。基本的に、いろんなチームに分けて、スタッフは用意できる限りですけど、これを見たい、これもビギナーゆっくりやりたいとか、ちょっと
慣れている方でっていう形で、いろんなチーム分けをするために、結果的に少人数になっているんじゃないかなと思います。周りのショップに比べてですね。はい。あります。はい。次のページ行くとですね、このプライベートビーチで店の前にビーチがあるんですけど、このビーチはちょっと違うんですけどね。写真詐欺ですね、これはね。だけ違ど、ちゃんうとしんたビーでチすがあね。る。はい。うん、違いますね、これ。これは、オモカン島っていうところですね。だけど、なんか、綺麗だったんで使われたんでしょうね。はい。まあ、OK です。はい。はい。あと、一応3艇あるんですけど、今2艇を下ろして、動かしてます。まあ、つまり、忙しくないっていうのと、スタッフのね、関係上、今、2ボートでやっておりますが、基本的に、4サイクルの、ガソリン車、エンジンになってますので、環境にも優しいし、音も控えめかなっていうことですね。このコーヒー、紅茶、ココアっていうのは、店の中にはそういうものを置いてますよっていうことです。はい。下に行きますと、ガイドリクエストは無料ですね。もともと、コロナ前はガイドいっぱいいましたんで、しっかり、いろいろ、やっぱ自分が知ってる、一回受けた人が良かったっていうところであれば、ガイドリクエストは無料でできますんで、早いもん勝ちで、埋まっていくような形で、やっていきます。なんか、リクエスト、もう全然、僕と潜りたいんであれば、もう言ってください。もう全然、可能な限り、僕は、毎日でもいいんで潜ります。あと、TVA も行けますっていうですね。これもですね、私行きたい、私行きたくないっていうことがよくあるんですけど、まあ、だから、団体で仲間同士来てもらえると、それなりのボートを用意できますんで、同じ方向性に向かって行けますんで、そういうことはですね、団体で来た方が行きやすいよと。もし個人で来られても、みんなが行きたいって言えば、もちろん行きますし、誰かも付き合うよって言ってもらえるように僕たちも、頑張りますんで、行きたい、ミルキーウェイも行ってみたいなっていうところがあればですね、その予約の時点とか、来てからでもいいので、相談受けますんで、ご気軽に、行きたいとお伝えください。はい。あと、ポートコートカレントックは、もちろん無料で提供させていただいてます。ポートコートですね、パラオ。船が速いですね。やっぱ5、60キロ船出るので、雨が降るとめちゃくちゃ痛いので、ポートコートで、雨からもカバーできますし、日焼けしたくない人にとっても、ポートコートあると。で、ご自身でポートコートを持ってくると、やっぱかさばって重たくなるっていう方もいらっしゃいますんで、数は、結構用意しておりね、ポートコートを、借りたいですっていうことも予約の時に言ってもらえれば、その分確実に用意できると思いますんで、こちらの方ご気軽に、お問い合わせください。まだいろいろありますね。店の横にはですね、コンビニがありますので、簡単に、いろんなジュースとかですね、まあ、ビールとかね、まあ、いろいろ何飲むかそれぞれあると思いますけど、そういうことも買えますんで、ぜひ帰ってきた瞬間に、喉を潤したい方はどうぞということですね。あと、機材を、無料でお預かりしてますので、パラオ用の機材を置いときたいとかですね。また来月来たいっていう時であれば持って帰るのはめんどくさいっていう方は、ぜひご利用されてください。下の方行きますと、ログは毎日このような形で渡して、お配りしてますので、ログをね、しっかり書きたい人は書いていただいて、もうそれをもらってパッと帰りたい人は、っていう感じで、皆さんの間を取るような形で、僕たちがね、地形とコース取りとか書きながら、頑張って書いてますので、ぜひね、受け取ったら忘れないように持って帰ってほしいですね。お願いします。お支払いはですね、現金、クレジットカード、使えますけど、パラオで気をつけないといけないのはアメックスが、パラオは結構使えないところが多いので、アメックス以外と思っておいた方がいいと思います。はい。あと、ディナーもお任せって書いてあるんですけど、まあ、僕がですね、やっぱ、宴会が好き、祭りが好きっていうところがありますんで、もし一人で、ね、ご飯食べる人がいるよりみんなで食べた方がいいんじゃないっていうところが多々ありまして、お誘いしますので、もちろんいいんですよ。それぞれ、
ご家族で来られたり、カップルで来られたりして、私たち2人でがいいですっていう方は、そういうとこをね、予約とか、その送迎手配とかも僕たちやりますんで、いろいろ相談してもらえれば、それに合わせたような形で、アフターダイビングの、一人で来ても寂しくないように、極力みんなを誘って、大宴会をできれば毎日やりたいなと思ってますんで、こちらの方もご気軽にご相談ください。ありがとうございます。ちょっと僕がね、はい、ショップさんの一つでもいいところということで、情報を詰めすぎちゃってね、ずっとお話しさせてしまいまして、すいません。失礼いたしました。でも本当にそれぐらい一個一個あるので、ぜひそれ以外にも、現地で体感してもらえればと思いますので、はい。はい、ありがとうございます。あとね、SNS の方もされているということで。はい。はいそうですね。こちらの QR コードは LINE ですけど、やっぱり皆さん、やっぱ LINE の方が気軽にメールよりかしこまった感じで聞かなくていい、いいので、気軽に聞けるので、ぜひ、質問等があればですね、こちらの画面、はい、うちの、赤マジックのホームページに載っておりますので、はい、こちらの方から、言ってもらえればいいかと思いますし、はい、今はインスタグラムの方もすごく力入れてますんで、ぜひ、ちょっと、自信作がいっぱい載ってますんで、ぜひインスタやってる方だったら、ちょっと覗いてみてください。もうちょっとこれは本当、お願いしたいとこですね。よろしくお願いします。あとね、真ん中の QR コードも読み取ってもらって、これを追加してですね、いろいろな情報をゲットしてもらえればと思います。はい、で、気軽に今、おすすめのお店ありますか？陸の観光はって質問入ってるんですけども、こういう気軽なものでも、堀さんにまた後日ですね、こう、いろいろ入れてもらえれば多分、はい、すごく丁寧に回答いただけると思うので、ぜひ皆さん、すいませんね、今日ちょっとお時間の関係で全てをお伺いいただくことはできないんですけれども、はい、引き続きアクアマジックさんですね、この後ホームページ等で見てもらえればと思いますので、よろしくお願いいたします。ではすいません、最後なんですけれども、プレゼント企画クイズコーナーということでですね、3問ご用意させていただいております。で、1問目、2問目はですね、アクアマジックさんからオリジナル T シャツの方をプレゼントいただけるということで、アズールでご予約いただいて、今日から1年以内のご利用で現地でお渡しという形でですね、ご用意いただいてます。3問目はアズールの方で素敵なプレゼントご用意しておりますので、ぜひ皆さんチャットの方をですね、準備していただいて、そこに1、2、3の3択になってますので、好きな数字を。好きな数字じゃないですね。正解の数字を入れてもらう。で、正解された方、例えば、まあ、堀さんが好きな数字を3番って言ったらですね、3番目に正解入れていただいた方にプレゼントという形で、早くても遅くてもっていう感じではなく、もう、うんとタイミングだと堀さんの数字次第というところですので、ぜひ皆さんチャットの準備をお願いいたします。はい。ではですね、はい。いやいや、まだ3番、まだ言ってないですね、クイズ。いきますね、行くから。はい、いきます。では、1問目。パラオで疲れ直すはビールを飲みという意味で有名ですが、ショートーツはどんな意味でしょうか？ 1 番喧嘩する、2番乾杯する、3番事故する。はい、では、正解の1、2、3、お願いいたします。ヒントはありますか？まあ、結構似た意味ではあるかな。面白いクイズなんですけれども。まあ、ヒントで言うと、ショートーツ。まあ、これ全部同じね、こういう意味があるんですけど、文面から見ていただけると、答えが導けるかなと思いますね。結構答えが分かれてますので。じゃあ、正解の方をまずお願いいたします。はい。いや、まだありません。はい、どうぞ。はい。疲れ直すはビール飲むということなんですけど、衝突はグラス同士がぶつかり合うことを言います。正解は乾杯するです。あ、乾パラオ杯ですはる。衝突、はい。2番の乾杯するが正解となっております。おめでとうございます。結構答えが分かれたので、一桁の数字で、じゃあ、堀さん、好きな数字をお願いできますでしょうか。そうですね。やっぱり正解が2番だったということで、2番目という形でお願いします。あ、2番目ですね。2番目に2番を入れてくださった方、石井様ですね。ありがとうございます。
おめでとうございます。石井さん、めっちゃおめでとうございます。ウェビナーさ当たってると思います。ありがとうございます。じゃ現地でプレゼントということでですね、またご連絡お待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい。では、こんな感じで2問目もいきたいと思いますので、皆さん、チャットの方、準備お願いします。はい。これね、すごくいいクイズだと思います。日本語を公用語としている世界で唯一の国、パラオなんですよ。で、パラオのどの地域において公用語となっているでしょうか。1番コロール、2番ペリリュー、3番アンガウル、1、2、3。入力お願いします。結構難しめですね。難しめですね。もうこれはでも逆に、ここかなって思うところ入れてもらった方が、もうエリアの話ですよね。はい。はい。ああ、結構、こちらも答えが分か説れてます明、が。はい、説ああ、明、ちょっとじゃあヒントを、あそうですね、の、説明となんはか、い。ちょっといただければ。この日本語が公用語となっている唯一の国、パラオってあるんですけど、もちろん、日本語なんで、もちろん日本語だろうって皆さんお思いでしょうけど、日本の公用語で日本語は公用語になってないんですね。だから、日本語使ってるんですけど、パラオしか世界で公用語になってないということなんですけど、やっぱ日本人とのゆかりがあったおかげでそうなってるっていうところがありまして、それは日本が来たのはいつでしょう。その時何がパラオとか日本で会ってたかっていうところの時代背景を見ていただけると、歴史を好きな人にとってはちょっとわかりやすいかなっていうところですね。わかりヒまンしトた。は歴史寄りですね。はい。では正解をお願いします。正解は3番のアンガウルでうん。すね。パラオの南3にあ番。る、アンガウル島ですね。はい。ありがとうございます。ちなみに3番、アンガウル州正解した人、唯一1人だけいます。ああ、早素瀬晴もらどしさん。しい。早瀬もどしさん、おめでとうございます。すごい。唯一 1人お3めで番。とうございます。すごい。この超難問に唯一正解するという。これね、そうですね。絶対僕も間違えましたもん、普通に。最初ね。すはい。ごい。いやー、ちょっクイとズ王で難正解ししてい。るんではすい。けどね。いやー、すごい。まあ、すちょっごとい。難しいね。いクイやいや、ズすだっごたいっと思すうんわ。です逆けにど。すごいっすわ。これ3番選はい。ぶの。いや、ありがとうございます。じゃあ、この調子で3問目ですね。これの後はちょっと3問目簡単かもしれないんですけども。はい。世界遺産のロックアイランドにある美容効果の高い真っ白の泥が有名なスポットはどこでしょうか？ 1 番ミルキーウェイ、2番シルキーウェイ、3番キルキーウェイということで、スタズルのウェビナー告知用動画でですね、うちの中山の方がですね、ちょっと顔をこうやって、まあ、ちょっとおふざけが過ぎたようなね、動画を、王子。1番から3番ですね。数字をお願いします、皆さん。これはね、これはもう、もう、早瀬さん超難問当たったから、もう完全ふざけ出してますね、もうチャットが。いいんですか？皆さんもう数字を入れてもらうだけで、アズールのオリジナルグッズが当たるかもしれないので、誰がバカ殿なんですか？ ああ、歌舞伎の白塗りのね。じゃあ、堀さん、正解と好きな数字をお願いします。ミルキーウェイ1番で、もちろん1番でお願いします。1人1目で番いいにで入れす。てくれた人ですよはい。ね。ありがとうございまはい。す。矢田俊二さん、ありがとうございます。おめでとうございま矢田す。さん。矢田さんにはですね、アズールから素敵なプレゼントを郵送させていただきますので、お手数ではございますが、お電話もしくはメールの方でですね、入れていただければと思いますので、住所の方ですね。矢田さんおめでとうございます。ありがとうございます。という形で、最後、アズールからの告知というわけでですね。まあ、まだ、年末年始の方であったり、まあ、来年、今ちょうどね、パラオのいい日付、この日 X デーだよというお話もあったので、ぜひそのようなお問い合わせいただければ、ご案内させていただきますので、ぜひよろしくお願いいたします。またちょっと事前告知という形で、まだこれはホームページでも出してないんですけれども、ちょっと10月から、またキャンペーン始めようかなと思ってますので、まあ、ちょっと内容はですね、改めてまたホームページ、SNS でご案内しますので、
年内のツアー、海外行きたい方、駆け込みですね。ぜひご計画いただければと思います。で、あと、うちもですね、SNS の方、Facebook、Instagram、Twitter、あと LINE の方の友達もですね、追加でお願いしてますので、ぜひよかったら見てください。よろしくお願いいたします。もったいぶってるわけではないんですけれどもね。一応、まあ、事前という形で先に皆様に参加してくれた方にはお伝えという形で紹介させてもらいました。はい。というわけでですね、1時間半ぐらいですね、皆様お付き合いいただきまして、本当にありがとうございます。ありがとうご堀ざいさん、まいかがす。でしたか？いやー、もう喋り足りない感じですね。本当に。もっといろんな話をしたいですね。そうですよね。本当にもうそれがすごい伝わってきて、もう僕も苦渋の決断というか、もう次へという形で毎回ページ切らせてもらってたので、本当は、また次回もし違うところをもっと紹介いただける機会があれば、第2回ぜひお願いはでい。きればと思います。はい。よろしくお願いしまよろしす。くお願いします。で、次回のウェビナーなんですけれども、一応来月にですね、高砂さんというカメラマンの方をお招きしてですね、オンラインセミナーの方を開催したいと思います。また近日中にホームページで、詳細はご案内いたしますので、皆様楽しみにしていただければと思います。